場大学オンライン決算公表会、午後の部をこれから開始いたします。僕なんかは非常にこうね、よく丁寧にしっかり見て、ね、手の形とかその喜びの表現の増殖で、手のポージングとかをね、しっかりこう考えてこれがやられてるとっても効果が持てますね。特にやはりいい点はとっても柔らかい、人間の別にこれ手ですから金属とかプラスチックとかできてるわけじゃない、生身の手なんだけど、そのなんか柔らかい感触が出てるっていうのは非常に良かったと思います。もう蓋の大きさに対して、本体の部分とかが合ってるからとかっていうのは、特に今回みたいに実物のモチーフを見てないときにはちょっと気になるところですね。玉ねぎすごいいいですね。しっかり丸い感じで塊がよく出てて、良かったと思います。で、レッサンするときは触ったりもそうですけど、匂いがあるものは匂いやりしてみてください。はい、その印象、感動で絵が描けるし、それが絵にね、必ず出てくると思うので、そうしてみてください。邪魔見えない。いいね、ありがとうございます。いいレッサン。質問があるんですけど。どうぞ。手のひら の、うん、親指の肘の部分なんですけど、実際に、レッサンだからさっきも言ったように、ね、しっかり見ることが大事なんですけどね、実は言うとね、一つね、輪郭を強くするよりも内側の形の変化を強くした方が、そこの目を対比を強くした方が、人間の目は平面の白黒の調子を立体的に見るような見れるんですね。実感があって調子が整ってますね。すごく柔らかくて雰囲気がある絵になってます。これすごくね、玉ねぎを描いてるけどさ、ね、ここさ、ね、この下のね、地面接してるところ、これすごいポイントなんだよね。ちょっともうちょっと味方の工夫をね、あなたの場合は、親方を描く力、見る力もあるから、もうちょっとこういうのを描いたらどうだろう。なんかもう少し、ね、構図の中でそういう怒りを表してもらってもいいんだけど、うちの大学ね、アートミライクっていうね、システムがあって、ね、デッサンで、はい、でね、順番ね、毎回全中高って3回試験があるんだけど、そこの中でどれでもあるんだけど、実技で1番を取れば、ね、1年間タダになるんですよ。いつもその物が台に乗らないっていうのをいつもその画塾の先生からいつも言われていて、空説明、接地面と空説明って2種類の、ね、言い方があるんだけど、そこをね、しっかりもっと強く意識して、はい、あ、ちっちゃく描いたんだね。おお、こっちの、おお、これを描けてるじゃん。おお、なるほどね。できればもうちょいアドバイスっていうか、どういう風に表現とかすればいいかを聞きたいです。しっかり見てね、今までやってきた人と同じ話なんだけど、やっぱり観察するってことね。自分のことになるんですけど、自分のデッサンが、全体的にバサバサしてるってよく言われてて、硬いものを硬く表現するっていうのが苦手で、どうしたら硬く表現できるか教えてほしいです。技術的な話なんだけどね、今これ見せてもらおうと思ったのは、はい、どうかな、さっきも誰か言ったけど、鉛筆のね、使ってる幅がすごく狭いんだよね。はい、鉛筆はね、全部ね、それぞれ役割があるからね。HB は HB に役割があって、B は B に役割があって、HB をどんな強くしても、ね、4B にならないんですよ。鉛筆は結合じゃないよ。はい、白で描くと。はい。ね、あなたは鉛筆は結合だけど、はい、鉛筆と思って、ね、白い鉛筆を持って使ってます。はい。はい、ありがとうございました。はい。9月13日、13日ね、日曜日開催予定です。その時にはね、公表会以外にもまた別の企画を用意してますので、ぜひ、ね、参加してみてください。はい、じゃあ以上ですね。はい、じゃあ以上で終わります。今日は参加ありがとうございました。
とうございます。